ピンポン! なんだこいつ、どうすればみんな照れてくれますか? ちょっと照れるとはニュアンスが違うかもしれませんが たくさんの視線が自分に集まったりすると恥ずかしくなったりはします それと、こんな感じですよね 恥ずかしさよりも恐怖が先に来るんですが 目だけたくさんあったら怖いやろうが なるほど じゃあ顔だけたくさんあったら? より怖いよ じゃあ何を置いたら満足なんですか? 普通の人間を配置しろや あるや! 相手を褒めまくって照れさせるんや おいいやんや わあ、あかねちゃんめっちゃ可愛い知ってる? 照れろや いや、私の双子の姉が可愛すぎなけん それはうちのことやな あかねちゃんがリアキュート それな単細胞を抱かれっと それな認めててくさ 誰が単細胞を抱かれっとやぼけ みんなに褒められやがって 私も褒められたい どんな恨み方しとんねんこいつ いや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  うるせえな では奥の手 恋愛要素で照れちゃうパターンとかどうですか? なるほど では今から私が 好きな人できた? って聞くんで 照れながら答えてください いやお前ちょっと待ってて 好きな人できた? ねきまあこれはハードル高いと思うので照れ顔のイラストを用意してあります おいてめえそれを先に出せ みんなにもあるのでみんな当てれっこをなしゃす 好きな人できた? あ、そんなわけないやろ 好きな人できた? うっ、秘密や 好きな人できた? 好きな人できた? 私はみんな大好きですよ 好きな人できた? おい待て え、何これ? 恋をしたゆかり アニメバージョンで通常版持ってこい、てんめえ お前だけネタに走って恥ずかしめを受けないなんて許さんぞ ちゃんと照れ顔見せろや え、しょうがないや じゃあ行きますよ お、待て待て え、ベースを変えろ え、お前の、イラストの ベースを変えろ 私のイラストこれしかないんだよ かけや通常版 大丈夫大丈夫 私、ボイスロイドよ リワだ声の神よ イラストってこれでも 声かけて照れ顔マックスな表現してやりますよ お、まあ、そこまで言うのならやってみ 任せろや 好きな人できた? お、 バナナ! バナナ! セリフの会話 ちなみにこのイラストは Twitterでも投稿しています おう、そうなんか 他にも不定期ですが漫画イラストを投稿してますのでぜひ見ていってくださいよろしくな